皆さんこんにちは、スマデラの小池陽人です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日もですね、スマデラ大仏師山高良雲先生にお話をお伺いしていきます。先生どうぞよろしくお願いいたします。まあ、前回はスマデラの三重の塔の仏様のお話をね、大日様のお話をお伺いしましたけれども、その他にでも、先生が納めてくださったお仏像たくさんございまして、もう こちらのお堂のですね、お不動様、ごま堂のお不動様、実はごま堂はこの内陣だけだったんですね。小さいお堂でして、でそのお堂にお祭りされていたのは小さいお不動様だったんですね。でこの下陣を増築するという時に、お不動様も大きくしようということで先生にお彫りいただいたのがこのお不動様でして、以前お祭りしていたお不動様というのはこのお不動様の体内に入っておられます。でそれと同じように、その何年前でしょうか、先生がおいくつの時ですかね、大師堂のお大師様ですね、はいはい、お大師様は60年ですね、60年、昭和60年ですか、はい、はいはい、だから昭和59年に大日様を彫られて、三重の塔の大日様を彫られて、その翌年に今度はお大師様、ね、お大師様、まあ、須磨のお大師さんと言われるぐらい、もういわゆる須磨寺の本当に信仰の中心にあります弘法大師様のお像を彫っていただいた、はい、でそのお大師様も その前はすごく小さい仏像だったんですね、はい、ちょうどお体の中に入られまして、ちょうど胸のところにお顔がすっぽり入られています。そういうことですね。ですのでずっと須磨寺でお祭りされていたお大師様は、うん、今の大師堂のお大師様の体内におられる、今のお大師様は先生がお彫りになった本当に美しいお大師様でございますので、皆様ぜひ手を合わせていただけたらと思います。そして、本堂の、まあ、今はお祭り、小陽殿の方でさせていただいているんですが、お前立ちとして、お彫りいただいた小観音様の仏様もございます。こちらが昭和何年になりますか、その後ですかね、お大師様。そうですね、42年ぐらいですから、3年ぐらい後になります、ね、3年ぐらい後ですか、はい、お彫りいただいて、まあ、本当に盛大なね、開眼法要ですか、うん、あれはのみり式から始まったんですね。でのみり式の時に、急遽のみり式をすることになって、皆さんのみを入れられて、そして今度出来上がりました時に本堂の一番前にとりあえずそこに立っていただいて、はい、筆で皆さんがこう、うん、されておられましたね。写真開眼っていったら普通目なんですけども、それも先代の館長様が考えられまして、はい、例えば頭の痛い人は頭を、胸の悪い人は胸を、手足の悪い人は手足を、その筆でこう撫でて、そして拝んで、その筆はお守りにして持って帰られる。なるほど。そういう、まあ、開眼式ですね。それを一応呼びかけましたら、2000人近い人がいや、すごい列で、写真で見ましたけども、はい、びっくり、我々もびっくりしました。いや、なんか、まあ、そういう時にこう、開眼をするのに一応、はい、白いカーテンのようなものでこう隠しておいて、はい、そうですね、カーテンされてました。そして患者様が拝まれると同時に、もっつないでたところポンと外したらスポッと落ちるように設定をしてですね、してたんですけども、あまりにも人が多くて はい、それにこう気がいってたもんですから、その肝心の合図をしてるのに外す人間が外せずにちょっと笑いましたけどそんなこともありました。随分たくさんの人来られて喜んでいただきました。いやでも今お話をお伺いしてて、なんか一貫してるのが先代 の、 まあ、私の祖父ですね、義仁和上の思いというのが参加型のお寺というのをね目指しておられたというのが、まあ、本で書かれてまして、うん、もうおもろいもん巡りがまさにそうなんですけど、何か触ったら ね、音が鳴ったり猿が動いたりとか、いろんな変わったものがいっぱい置いてあるんですけど、何かこうお参りの人がただ手を合わせるとかそういうことではなくて、こう何か触れるとか参加するっていう体験をすごく
大切にされてたっていうのをお聞きしていて、やっぱり開眼式もそういう思いがあったんでしょうかね。そうですね、それは出来上がる前にお話をしてた時に、こんなことをおっしゃいましたですね。仏様を持って帰ってもらう、はい、はあ、こう拝まれた時に、その拝まれた人の胸の中に仏様が入って、その仏様を皆さんに持って帰ってもらう、そんな観音さんホテアって言われましたけども、すごい注文と言われましたから、すごいあれですよね。そんなすごい抽象的な若い頃でしたから、なんかお聞きにしたところでは、なんか東大の哲学家を出てられる人、さすがやなと思います。でもそれは今も思ってます。仏様はそういうものを作る人間は目指さなきゃダメだ。拝んだ時に、まあ、下宗でよく入画が入という、ね、教えがありまして、そういうことはありますね、仏様が、ね、はい、入ってきて、自分も仏様の中に入っていくみたいな、そこは自分の中に仏様をいただいてそのまま変えるということですかね。だからその抵抗なく自分の中に入ってくるような、入ってこられるような、そういう形の雰囲気の観音さんというか、仏様を彫らないかと、もうずっと先代の患者さんに教えていただいているようなもんですね、今も。なるほど、忘れないですね。で、そういう小観音様もあり、そして、たくさんのですね、奥の院にお祭りされているんですが、奥の院まで参道が続いておりまして、その参道の道中に、東側は十三仏様、そして西側は七福神様をお祭りしてまして、須磨寺奥の院巡りというのを今の館長様が、まあ、始められたんですが、その一つ一つなんて言いますか、小さい、はい、なんて言うでしょうか、まあ、なんて言うんですかね、お堂とは言えないんですが、まあ、仏様を祀るところがあるんですが、それがその中にそれぞれ十三仏様と七福神様をお祭りしてるんですが、その仏様もすべて山高先生にね、はい、掘っていただいた、いや私が掘ったというわけではなくて、そうですか、この下にその、工房を開いた時に、はい、せっかくそのお寺の境内のようなところで、工房を持ってるんだから、はい、ここで一つ寺小屋をやろうということで、仏道彫刻教室を持って、そこに通ってこられた人で相当うまい人がたくさんおられまして、でその時にそのお話が出たもんですから、じゃあ、生徒さんに彫っていただこうと。なるほど。で、まあ、もちろん妻だけじゃなくて、NHK の教室が神戸にありますが、はい、そこの教室の生徒さんにも参加してもらって、20人で、はい、十三仏と七福神を彫らせていただいた。お手伝いはもちろん我々がしましたけれど、ですから仏師ということではありませんけれども、もうそういうふうに自分も参加したい、お寺に参加したいという方がですね、一生懸命彫られましたから、それは本当のプロの作家の作品と比べると技術はそんなに最高とは言えませんけども、気持ちは我々以上にもっと一生懸命されたかもわからないんでですね、まあ、ぜひお参りしていただきたいなというふうに思うんです ね、 ですね。ぜひ奥の院巡りは奥の院の納め札といいましてね、 お札を一つずつ納めてお参りする、仕方になってまして、事務所でねその納め札を授与してますので、ぜひ皆さん奥の院巡りも楽しんでいただけたらと思うんですが、そしてもう一つ、先生に彫っていただいた仏様というのが一筋弁財天様といいまして、まあ、弁天堂というのを改修工事をするときに、それまではお仏像じゃなかったんですが、新しく弁天様のお仏像をね、先生に彫っていただきまして、こちらは皆さんいつも常に拝んでいただくことできますし、そして縁日の時には扉も開けてお参りしやすくなっておりますので、ぜひそちらもねお参りいただけたらと思いますが、先生このたくさんの須磨寺での、お仏像納めていただいたわけですけど、はい、何かこう一つ心に残っている
まあ、そのたくさんあると思うんですけれども、そうですね、強いてこの、このエピソードというか思い出が深いなというエピソードございましたら教えていただけますか。はい、いろんなそのお仏像というのは、はい、まあ、むしろ仏師というのは、仏師になったから仏像を彫ってるんだっていうんではないんですよ、はい、決して、はあ、だってもう本当にお坊様ではありませんから、うん、例えば阿弥陀様の何たるか観音様の何たるか、うん、それを一応漱石を持ってほんの少しだけ勉強はいたしましたけれども、お仏像だけが世の中にあるわけではない、うん、そこには必ずお寺様もしくはどなたかをお参りされる方がおられてのお仏像ですから、だからそういうものをどう自分の中でいいものを作っていけばいいのかっていうのはもう本当に掘らせていただいて、お仏像のご依頼があってそのお仏像を掘ったことでやっとその仏像が分かる、うん、ということは掘ったことで仏像になってる、仏師になってるわけで、だからまあ掘れば掘るほどいい仏師になれるんじゃないかなというふうに思うんです、うん、だからまあ長生きをしてですね、ですから先ほどお話がありましたけども、弁財天様にしても、はい、掘るまでその弁財天が自分の中に入ってないわけです、はあ、でやっぱりその須磨寺様ですから一元金を引かれてる弁財天、はい、それは全く聞いたことがなかったですし、普通琵琶を持つからですね、それなら、本をめくってもちょっと調べればすぐに分かるんですけど、はい、どういう格好でどういう衣装で どういう手で彫ればいいかっていうのはまるで分からないからですね、だから本当に一元金を彫った時に随分いろんなものを琵琶の何たるか一元金の何たるかですね、はい、そしてそもそも弁財天とはというのを掘りながら自分の中にこうずっと考えてますから、だからそういう意味では何か一元金弁財天というのを今まですでに弁財天は何体か掘ってましたけども、随分難しかったですし、掘らせていただいて弁財天がやっと自分の中に分かったなっていうふうに思います。だからそういうなんかじゃあ若い頃に掘ったのはどうなるんだっていうふうに怒られそうですけれども、その時はその時で一生懸命掘ってきてましたから、例えば30代の時に掘った仏像を今の私の目で今の技術で直せるから直していいよって言われたことがあるんですけれども、結局一刀も入れることはできませんでした。30代の時のその迫力には今の私は勝てない、はあ、何かもちろんもう拝まれてるからですね、うん、そういう歴史が作って木が木の色を持って、大体その我々が扱う材料っていうのは大体私の2倍ぐらいのその年月を生きた、うん、そういう木ですから、そういう木は必ず世の中を見てますから、うん、それほど知識のあるものにたかだか20年30年の技術でこんな風に作り変えていくというのは恐れ多いことなんですよ。なるほど。だから掘る時にやっぱり掘らせていただきます、私でいいですかねっていうご挨拶は必ずします。なんか すいません、私なんか悪い癖なんでしょうけど、いつもなんか自分ごとに置き換えてお話を聞いてしまうんですが、すごい今なんか勇気づけられ、勝手に勇気づけられたっていうのは、いや私もね本当にこうやって配信してる時にもうじくじたる思いというか、まあちょっと言葉違いますかね、おこがましいと言いますか、こんなもう全く無知な、ね、修行も足りない自分がこんな風にして法を説くというかね、お話をするなんてこと本当に良くないというかおこがましいなって思い続けるんですけど、まあ、山端さんとですね始めた頃に言ったのは、まあその未熟な20代の30代の、まあ、小池さんだからできる話もあるんじゃないですかと、まあ、言っていただいて、それを真に受けてですね本当に恥さらしのようにお話をしてるんですけど、なんか先生が今そうやって30代の頃のね
エネルギーには勝てない部分もあるんだとかいうお話をお聞きするとすごく励まされる思いになりましてありがとうございます。物を作る、はい、まあ、53ならお話をされる、はい、そういうふうに伝えようとしたものが、はい、そのままに伝わるっていうことはどれだけあるんでしょうか。ないような気がします。その私も若い頃から掘ってまして、はい、これだけのものを作ったけれどもそれがどういうふうにこう感じていただけるんだろうかなと、随分、はい、若い頃の作品を見ましたし、修理で戻ってきたりするんですけれども、受ける方はきちんと自分なりに受けてられるんですね。ですから私が拙なかったな、この技術はどうだなと思うのはそれは私のおごりであって、それを持たれた方はこの仏像は最高なんだというふうに思われて拝まれてる、だから例えばその先ほど随分ご謙遜されましたけれども、はい、ご遺産の話で、ご遺産がこういうふうにというふうにこう一生懸命言われた違うその形で見られてどれだけの方が助かってられるかと、それはやはり発信されるかどうかにかかってるわけでですね、もう私はもうずっとご遺産の不安ですから、もうずっと頑張っていただきたいなというふうに思うんですけどね。いやありがとうございます。でもなんか本当に今のお話も思うのはよくね、諸先輩方から真言宗の法話っていうのは拝まないとその法話にならないっておっしゃる意味は多分そこなのかな。なんか拝まずにね、お説法だけだったら多分そういう自分の意図しない受け取り方という幅はすごく狭くて、拝んだ身で一生懸命お話するから自分の思いがけない受け取り方というかものを得てくださることもあるのかななんていうこと、だから仏様の力をお借りしてというか仏様のお力でこうお説法するっていうお気持ちでいな、はい、気持ちでいなきゃいけないんだなって、先生のその仏と向き合う、お仏像と向き合う心をお聞きしながら本当に改めて深く深く感じました、はい。先生本当に長時間になってしまいましたが、この度ありがとうございました。では皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。